ずっと横にずっと目の動きをトレーニングすることで結構いろいろ変わっていきます。こんにちは、ギノ整体院のギノ座です。お願いします。今回もですね、僕が普段使っている施術のテクニックを先生方に紹介していきたいと思います。ぜひ普段の施術で使ってみてください。今回施術した内容なんですけれども、首が痛い方ですね、首の不調の方を施術していきました。で、やった内容としては今までの動画、施術動画と違って、僕が手を使って体を触るっていうわけではなくて、目の動きを少し改善させるというか、トレーニングすることで首の動きも改善するというような内容になっています。なので今までとちょっと違います。ただこれを分かっていただければ、施術が終わった後のセルフケアとしても使えたりもしますので、ぜひね、最後までご覧になってみてください。はい、ではね、解説をしていきたいと思います。今回はボールペンを使って目を誘導させていくっていう形ですね。どういう風に動かすかっていうと、それは最初にテストをします。左右でどっちが動きにくいかっていうのを確認して、動きにくい方向に3回から5回ですね、3回から5回行ってみてください。で、また動きを、首の動きを確認してどうか。で、また今度は上と下動かして、動きにくい方はあるかとか、斜め方向に動かして、どっちの方動きが動きにくいかっていうのを対角線上の動きで確認して、やりにくい方向を練習するようにしてみてください。注意点としては、動かしていった時に一緒に頭が動かないように、もし動くようであれば手でこう顎を支えたりしてしっかりと固定をさせてください。で、あと目でちゃんと追っていく。これがたまに目があまり動きない人もいているので、ちゃんと目で追うようにしてください。で、術者の先生方はしっかり目が動いているかどうかを確認してみてください。たまになんか目の動きがなんか不自然な場合とかもあるので、その場合はそこ、不自然な動きのところを徹底して練習するようにしてみてください。じゃあ右向いてもらっていいですか。楽に向けるのは、僕の腕どの辺が見えます？肘ぐらい、はい。反対は、こっちの方が向きにくそうですね。うん、向きにくいです。どれぐらいが見えます？肘同じぐらい、うん、こっちの方が少ないです。じゃあ上を楽に向けるぐらいですね。はい、 OK です。下はどうです？下は別に突っ張りとかないですか？突っ張りはありますけど、うん、どれぐらいから突っ張り出てきます？この辺ぐらいですね。はい、ありがとうございます。じゃあね、ちょっとボールペンの先を見てもらって、はい、横にずらしていきます。どっちか動かしにくい方ってあります？右の方が動かしづらい。はい、こっちに、はい、こっち、はい、もう一回ちょっとね、見てもらっていいですか。右ちょっと横にずっと動かす、動かす、動かす、動かす。 OK、 もう一度ね、右向いてもらっていいですか。ここまで楽に。どの辺が見えます？あ、肘は見えます。一緒ぐらい。でもさっきこっちの方が見にくかった。うん、じゃあ反対、こっちは、うん、あ、こっちの方が見やすいです。いけますね、はい。うん、上向いてみましょうか。どこぐらいで引っかかってきます？ここぐらい。さっきよりもちょっと引っかかるなっていう感じですね。はい、じゃあもう一度戻してもらって、もう一度見てもらって、今度斜めにいきますね。これこれと反対、どっちが
見にくいですか、動かしづらいなとかあります？とこっち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 ね、はい、ではもう一度いきますね。よし、1回2回3回はい、右向いて、お、向けてきましたね。肘の内側まで見えます。反対、お、うん、全然痛くない。上、ここ、お、だいぶ上も楽に行きましたね。もう一度行きますね。今度少し上から、どっちか行きにくい方ありました。こっちとこっち、こっちとね。よし、じゃあこれも3回行きますね。うん、よし、はい、じゃあもう一度右、結構いきますね。胸、胸、お、反対、脇下、お、上、は、行く、お、大丈夫、はい、よし、戻しましょう。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回はね、ちょっといつもと違った内容になっています。で、僕はまあこういうのを施術の前にしてみたりとかで、動かして首の動きが良くなったな、ではもう少し良くしていきましょうということで、実際の施術に入ったりとか しています。で、あとは、まあ、この動きが患者さんにとって効果があるものであれば自宅でもやってくださいっていうふうにお伝えしています。で、簡単ですよね。一回覚えてもらえばできる動作だし、特に難しいものではないので、セルフケアとしても有効だと思います。で、実際にやってもらってると治りも良くなっていく、スピードが速いです。確認もしやすいですしね、これやって、あ、動きやすくなったなとかっていうのも確認しやすいので、結構使えるテクニックだと思います。今回はたまたま首の動きが改善しましたけれども、必ず首が良くなるかといったらそういうわけではありません。この目の動きをトレーニングすることで結構いろいろ変わっていきます。なので、目のトレーニングは首に効くっていうわけじゃなくて、目のトレーニングが首にも効いた、もしかしたら他のところにも効くかもしれないっていうので、いろいろ試してみてください。では少し説明をしていきたいと思います。なぜ首の動きが目のトレーニングによって改善していったかっていうところなんですけれども、視覚で捉えたものがしっかりと脳に入っていって、それで体のバランスを整えていっています。例えば目がこういう形で7になってたら、それにまっすぐにさせるように、体の歪みを使ってまっすぐになるようにしていきますっていう形で、視覚っていうのはバランスとすごい関わり合いがあります。目の動きが少し悪いということは、バランスが取りにくいなっていうことでもあります。で、バランスが少し取りにくいってなると、体は無駄な緊張をクッとさせて、力を入れて体を固めてバランスを取ろうとしてしまうんですね。で、無駄な力が入っているので動きが悪いとか、ちょっと凝ってきたとか、なんかな、変な感じがするなっていう違和感が出てきたりします。で、今回はその動きが悪い方向に対して何回か目を生かすことによって、あ、動きが良くなってきた、じゃあそれによって脳が、あ、じゃあ少し安心だなって考えて、じゃあ硬くしてたところを少し緊張を緩めようかということで、緊張が緩んだ結果動きが良くなっていたという形になります。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回は、まあ、簡単な動きというか目のトレーニングみたいなものだったので、特に力加減とかっていうのは必要ないので、やりやすいかとは思います。施術の前とか、もしくはまだなんかちょっと痛いなっていう時に実験的に使ってみたりとかしてもらっても効果は出ると思います。セルフケアですね。これで効果が出るんだったら家でもやってみてねっていう形で
患者さんにも伝えてみてやってもらってください。で僕の施術方法というか全部そうなんですけれども、首が痛いからこれをしようとか、これをやったら必ず首が良くなるみたいな形ではないです。全身を整えていった結果、全体的に調子が良くなっていくので、いろんな症状が改善されていくっていう考えなので、例えば今回だったらこういう目のトレーニングをしたことによって首の動きが変わっていったけれども、必ずしも首が痛い人にこれが使えるかというとそういうわけではありません。で、違う、例えば前屈が硬い方がこれをやったことによってバランスが整って少し行きやすくなったなとかっていうことが出たりとかしますので、パターンに当てはめずにいろいろと応用が効きますので、そこはね、先生方普段の施術で、あ、こういう効果が出たなとか、あ、今回はちょっと効かなかったけど次の人はどうだろうみたいな形で使っていってもらえたらと思います。それでは今回はこれで終了になります。この動画が良かったと思えた方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回よろしくお願いいたします。